ここに巨人の謎がある。そうだね。はい、おそらく父がそう言ってました。お前は記憶喪失で、親父は行方知れずか。随分都合のいい話だな。リヴァイ、彼が嘘をつく理由はないとの結論に至ったはずだ。まだまだわからないことだらけだが、今すべきことは君の意思を問うことだと思う。俺の意思ですか？About the Titans? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know. How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean?That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know. How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know. How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? Yeah, I think so. Yeah, I think so. Yeah, I think so. 前回の続きいきますね。エレンの「はい、そう思います」という意味のセリフです。イエンは「はい」、カジュアルな公文的な言い方の返事です。はい、私は主語。Think は何々と思う、考えるという意味の動詞です。今回後ろにそうとあります。これはなぜか日本語のそうと同じ意味で使えるそうです。相手が言ったことに対してそう思うと言いたい時にはもう丸暗記で I think so を使います。後ろに to をつけて私もそう思うよ、 I think so too もよく使うので一緒に覚えておくとお得です。Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. 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 とにかくそれが父が言ったことですという意味で、 That's は That is の短縮で、 That というのは地下室に秘密があるということですよね。エルヴィンが言ったことを That で表現しています。内容は長くてもひとまとめにしているから単数の that で OK で、そして that に対応する B 動詞が is ですね。 what は何を尋ねる疑問詞として有名ですが、ここでは物事を示しています。前の文で言及されたこと難しく考えないで、 that is what で、それは物事ですという文があって、それが何かっていうとっていうふうに追加説明しているだけって考えて大丈夫です。私はこんな風に文章の中によく言う 5W1H が来た時には、今回なら What 以下の主語動詞と続く文をまとめて塊として考えて、 That とイコールと考えるようにしています。 That は父親のこと、 Said は言うという意味の動詞 Say の過去形です。 Say の活用は Say, Said, Said, Say, Said, Said、 Said って書くんですが発音は Said ですね。何度も say, set, set って繰り返して覚えます。父が言ったとなります。 anyway というのは副詞でとにかくという意味です。エレンから分かるように、なんかこう急いで答えてる、焦ってる感じがしますね。 anyway とかっていうと、とにかくそういうことだからっていう感じが伝わってきます。 That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Must suck having your dad and your memoryMIA at the same time. Must suck having your dad and your memory
MIA at the same time. Must suck having your dad and your memory. MIA at the same time. リヴァイの父親と同時に記憶が行方不明、記憶喪失だと最悪な状況だなっていう感じのセリフです。ちょっと難しいので半分くらいに分けて説明しますね。Must suck having your dad and your memory. Must suck having your dad and your memory. Must suck having your dad and your memory. 今回主語がないですが、もしも当てるとしたら it とか that でいいと思います。今回この主語のない形のまま見ていきますね。 must は助動詞で圧力のイメージで覚えておきます。綺麗な日本語にしようとしないでイメージで捉えていきます。ここでは何々に違いないとか強い確信のなんとかだろうっていう感じがします。 suck はアニメや映画でたくさん出てきますね。特にリヴァイは50回くらいには使ってると思います。後で時間があるとき数えてみます。ひどいとか嫌なとか最悪っていう感じで、まあクソって感じですよね。ここでは最悪っていう風にしておきます。この having というのは動詞 have に ing がついた形、 have のイメージは何々を持っているですよね。この持っているっていうのは物質的なこう目に見えるものだけじゃなくて、概念とか経験とかも持っているって言います。ここでは最悪な状況を持っているっていうところから最悪な状況にあると言えますね。 your dad あなたの父親って意味ですが、 your は所有格、あなたの、 dad は父親という意味の名詞です。さらに and でつないで、あなたの父親と your memory、 your あなたの memory 名詞で記憶なので、あなたの父親とあなたの記憶が MIA at the same time. MIA at the same time. MIA at the same time. この MIA ですが、 MIA って聞いたことがありますか？好みにもよりますが、アニメや映画でも結構使われている略語なんですが、 MIA は Missing in Action、 直訳だと行動中に失っている。もともとは軍人が作戦の行動中に所在が確認できなくなったり生死不明になった状態のことを MIA っていうふうに言ったんだそうです。それが普段の生活にも浸透、まあ浸透っていうかほとんど使わないかもしれませんけども、行方不明という意味で使われているんですね。 MIA に限らないんですが、こういう略語っていうのは他の意味でも使われていることがありますから、前後の文をよく見て聞いていく必要がありますよね。なので記憶が行方不明っていうことは記憶喪失という日本語がありますね。 at the same time、 at the same time っていうのはセットで同時にっていう意味なんですが、 at は点のイメージ、 the same time の the はスポットライト、共通認識ですね。 same time、 same は同じ、 time は時なので、共通認識のある同じ時を点として捉えている。At the same time をセットで同時にっていうのが分かってなくても、イメージで大体の意味を取ることができます。なので綺麗な日本語にこだわりすぎないで見ていきたいです。 Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless of course that's just a cover story. 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 リヴァイのセリフを日本語にすると、もちろんそれが単なるカバーストーリー、この隠蔽した作り話じゃない限りっていう感じのセリフなんですが、この最初の Unless of course のところがかっこいいですよね。 Unless は何々でない限り、 Of course はもちろん、セットで覚えます。 That は That is の短縮ですね。 That はエレンの状況のこと、 Is は be 動詞、 Just はただとかだけ、A cover story、 あ、一つの cover、 覆われた、ここでは隠蔽みたいな感じ、 story は物語、 story という意味なので、一つの覆われた、隠蔽された作り話っていう感じの日本語が合うと思います。作り話じゃない限りっていう感じですね。 Unless of course that's just a cover story. Enough. We've been over this already. EnoughWe've been over this already. Enough. We've been over this already. Enough. We've been over this already. このエルヴィンがいいですよね。もう十分だ。これについてはすでに話し合ったという意味です。Enough. これは副詞で十分な量とか度合いを表します。
主語を置かないで今回みたいに命令形として使うときにはもう十分という意味で使われます。この enough のことなんですが、アメリカで銃乱射事件とか起きますよね。その度に銃規制を求めるデモ行進とかの様子が日本でもニュースで報じられるんですが、その時にみんなが手に持っているプラカードとかを見てみると enough とか enough is enough っていう風に書かれています。 enough はもう十分だ、 enough is enough はもううんざりなんだよっていう感じの意味で使われます。この enough っていうのはすごいかっこいいなって私は思っています。We've been over this already. これは We have の短縮で We 私たちは Have はまた出てきましたね。所有とか経験を持っているっていうことなんですが、これは文法的に言うと現在完了形っていうものになります。単に過去の一点を言うんじゃなくて過去から今まで続いているイメージで使います。 Being というのは動詞の Beの過去分詞形の形。 Over はこの絵のイメージ、こう描いて何かを超える、乗り越えるっていうような感じのイメージなんです。 This は近くのものを指してこれと言えますね。このことっていう感じですかね。リヴァイが言ったことなので It とか That で置き換える感じがしたんですが、 This を使うとぐっと近くに感じます。私たちはこれを乗り越えている状態が今も続いてるってことなんですよね。 already を付け足して、これは副詞なんですが、すでにとかもっていう意味です。ここ発音がすごい聞き取りが難しかったので解説するんですが、私たちは we have been とか we've been っていう風に発音するんですが、このエルヴィンの発音を聞くとほとんど We've been over っていう感じで言ってますよね。はっきり言ってもう聞き取れないっていう感じです。ここで We と Over がもし聞き取れれば、私たちが何かを Over 乗り越えたっていうことがわかります。全部一語一句を聞き取ろうとしない、全部の単語が聞き取れなくても聞き取れた部分をつなぎ合わせてざっくりと意味を理解する、こう全体をブワーッとゲットするっていう感じで聞きます。もしディクテーションって言って聞いて書き取る訓練をしたい方は、こういうアニメではなくてちゃんと教材になっているものでチャレンジしてみてくださいね。 Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. 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 彼が嘘をつく理由はないことを知っているという意味で、 We 私たちは主語、Know は何々を知っているという意味の動詞。 Know の後ろには何を知っているかを続けるんですが、今回 That が省略されていて、 That 以下の主語動詞と続く文をまとめて名詞の塊にして、 Know の目的語、つまり知っている内容を置きます。ただ私はいつもこんな風な説明をしてるんですが、ネイティブとかネイティブに近い人にとってはそもそもザットを省略してるっていう感覚もない、ザットがないのが普通っていうふうに考えてる人もいますので、それも知っておいてほしいです。内容を見ていきますね。 He 彼は Has は何々を持っているという意味の動詞 Have に S がついたものです。この後ろの文の主語にあたるものが He なんですね。I でも U でもない一人が一つが主語の時には動詞に S がつくというルールがあって、 Have, ずだと言いにくいので Has という特殊な変化をします。特殊なものはだいたい発音しにくいから特殊な変化をしたっていう理由が多いそうです。とにかく楽に発音したい言語なので、くっつけれるところはくっつけて、省略できるところは省略して、言いにくいものは変更してっていう感じみたいです。 No reasonNo はない。数量的にゼロっていう意味です。Reason は理由という意味の名詞なので、理由がゼロ、だから理由がないですね。彼は理由がないを持っている、なので、つまり理由がないっていう意味になります。英語特有の言い回しですが、私はこういう言い方がすごく好きです。かっこいいなって思います。To lie は嘘をつくことという意味です。この to は to 不定詞と言います。普通一つの文には動詞は一つしか使えないルールなんですが、こんな風に to をつけたり ing をつけて形を変えることで同じ文章に入れます。文法的に言うと形容詞的用法って言うんですが、詳しく知りたい方はコメント欄で質問してくださいね。嘘をつく理由という意味になって、嘘をつく理由を持っていない、だから理由がない、嘘をつく理由がないと言えるんですね。 We know he has no reason to lie. And that's all we know. And that's all we know.
And that's all we know. And that's all we know. そしてそれが私たちが知っているすべてですという意味です。And そして前の文とつないで That は That is の短縮。That は今までの会話の内容ですね。何回も出てきますね。Is は B 動詞。All 全部すべて。We 私たちは私たちが Know 知っているという意味の動詞です。And that's all we know.How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? ここはあなたの意図を話してくれることで私に少し情報を提供してくれるのはどうですか？してくれませんか？っていうような感じの意味なんですが、ちょっと難しいですね。半分に分けて説明したいと思います。How about you shed a little light on things for me? How about you shed a little light on things for me? How about you shed a little light on things for me? How about you? How about you? は、あなたはどうですか？と聞きたい時の定番フレーズです。今回のように具体的にどうですかの内容を続けることもできます。Shed a little light on は比喩的な表現なんですが、何々を明らかにするっていうような使い方をします。何かを説明したり、理解を深めたり、具体的な解説をすることで物事や状況を明確にするっていう感じです。Light 光を投じるっていうところから手がかりを得るとか浮き彫りにするとか、こうしてみると日本語の難しさが恐ろしいなって思ってしまいますね。日本語を学ぶ人はもっと大変だと思います。単語レベルで見てみましょう。 Shed は血とか涙を流すとか光を放つなどの意味がある動詞ですが、ここではさっき言ったように比喩的な使い方でエレンの知っている情報とか理解を提供するっていう意味です。 A little light の A little というのは少しの量や程度を示します。Light は光とか明かりを意味しますが、ここでは情報とか理解の明確さを指してるっていう感じのイメージです。 On things Things は物事や事柄を指して、それに S がついて複数の物事。 On は前置詞で接触のイメージ。複数の物とか事を少し明らかにしませんかっていう感じです。 For me は日本語で私のためにってよく覚えますね。私のためにで間違いはないんですが、 for 見た時には前置詞で、このイラストのイメージ、到達点を含まない矢印と目標交換代理って覚えておけば、綺麗な日本語訳が思い浮かばなくても意味を理解することができます。動詞の活用を覚える時みたいに、目標交換代理、目標交換代理って何回も言ってれば覚えることができます。 By telling us your intentions. By telling us your intentions. By telling us your intentions. あなたの意図を話してくれることでというような意味で、 by というのは近接、近づいて影響を与えるイメージの前置詞で、 telling は tell、相手に伝える、話すという意味の動詞 tell に ing がついたものです。後ろに us を置いて、私たちに伝える your intentions。 your はあなたの所有格、 intentions は意図とか意向、腹積もりみたいな感じの意味です。名詞です。ここではエレンがどうするつもりか、どうしたいと思ってるかっていうことを聞いてるんですね。 How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? My what?What do you mean? My what? What do you mean? 私の何？どういう意味ですか？何を意味してますか？という意味のエレンのセリフ。My 私のという所有格。What は何を表していますね。私の何？っていう感じです。What do you mean? の What は何を尋ねる疑問詞。Do は一般動詞の疑問文で使います。一般動詞っていうのは am, is, are 以外の動詞のことで、今回のセリフだと mean を指します。You はあなた。mean は何々を意味するという意味の動詞。You mean 何々で、あなたは何々を意味するという文があります。この文を疑問文にすると、mean というのは一般動詞なので、一般動詞の疑問文を作るときには do の力を借りる。Do を使うルールがあるので、 Do you mean 何々、そしてクエスチョンマークをつけて語尾を上げ調子にする。 Do you mean 何々にしますね。そして今回のようにその何々のところが知りたいときには What を一番前に置いて What do you mean
そしてなぎなぎのところは What になったのでなくなって、後ろにすぐクエスチョンマークを置いて What do you mean? Yes, No で答えられる質問の時には語尾を上げて、具体的な質問をする時にはそのまますーっと What do you mean? っていう感じで言います。でもいろんな方がいますから、あまり気にしすぎなくて、上げても上げなくても大丈夫だし、語尾を上げれば普通の文でも質問しているって伝わりますし、悩んだら語尾を上げてこれは質問なんだよっていう感じがアピールしてもいいですね。言語はコミュニケーションのツールなので、あまり神経質にならないで楽しみながら学んでいきたいと思っています。 My what? What do you mean? はい、ここまでお疲れ様でした。今回もすごく勉強になりましたよね。このシーンの続き見たいっていう方、ぜひコメントで教えてくださいね。では今日も10回音読いきますね。どうぞ。 Any questions? Where am I?I think it's obvious. Let's just call it a dungeon. Where'd you get that? Off of you. Don't worry, you'll get it back. Let's talk home. Specifically the good doctor's cellar back in Shiganshina. Pretty big secret in there, right? About the Titans? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story.Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know. How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? Any questions? Where am I? I think it's obvious. Let's just call it a dungeon. Where'd you get that? Off of you. Don't worry, you'll get it back.Let's talk home. Specifically the good doctor's cellar back in Shiganshina. Pretty big secret in there, right? About the Titans? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know.How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? Any questions? Where am I? I think it's obvious. Let's just call it a dungeon. Where'd you get that? Off of you. Don't worry, you'll get it back. Let's talk home. Specifically the good doctor's cellar back in Shiganshina. Pretty big secret in there, right?About the Titans? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know. How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean?Any questions? Where am I? I think it's obvious. Let's just call it a dungeon. Where'd you get that? Off of you. Don't worry, you'll get it back. Let's talk home. Specifically the good doctor's cellar back in Shiganshina. Pretty big secret in there, right? About the Titans? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory.MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know. How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? Any questions? Where am I? I think it's obvious. Let's just call it a dungeon.Where'd you get that? Off of you. Don't worry, you'll get it back. Let's talk home. Specifically the good doctor's cellar back in Shiganshina. Pretty big secret in there, right? About the Titans? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already.We know he has no reason to lie. And that's all we know.
How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? Any questions? Where am I? I think it's obvious. Let's just call it a dungeon. Where'd you get that? Off of you. Don't worry, you'll get it back. Let's talk home. Specifically the good doctor's cellar back in Shiganshina. Pretty big secret in there, right? About the Titans? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know. How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? Any questions? Where am I? I think it's obvious. Let's just call it a dungeon. Where'd you get that? Off of you. Don't worry, you'll get it back. Let's talk home. Specifically the good doctor's cellar back in Shiganshina. Pretty big secret in there, right? About the Titans? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know. How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? Any questions? Where am I? I think it's obvious. Let's just call it a dungeon. Where'd you get that? Off of you. Don't worry, you'll get it back. Let's talk home. Specifically the good doctor's cellar back in Shiganshina. Pretty big secret in there, right? About the Titans? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know. How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? Any questions? Where am I? I think it's obvious. Let's just call it a dungeon. Where'd you get that? Off of you. Don't worry, you'll get it back. Let's talk home. Specifically the good doctor's cellar back in Shiganshina. Pretty big secret in there, right? About the Titans? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know. How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? Any questions? Where am I? I think it's obvious. Let's just call it a dungeon. Where'd you get that? Off of you. Don't worry, you'll get it back. Let's talk home. Specifically the good doctor's cellar back in Shiganshina. Pretty big secret in there, right? About the Titans? Yeah, I think so. That's what Dad said anyway. Must suck having your dad and your memory MIA at the same time. Unless, of course, that's just a cover story. Enough. We've been over this already. We know he has no reason to lie. And that's all we know. How about you shed a little light on things for me by telling us your intentions? My what? What do you mean? はい、ここまでお疲れ様でした。最後まで音読したぞという方、ぜひコメント残してくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。ではまた、失礼します。